モランボン株式会社は東京都府中市に本社を置く焼肉のタレなどを製造する食品メーカー。直営で飲食店モランボン本店も運営している。府中市を地盤としてパチンコ店、スーパーマーケット事業などを展開する桜コマースの子会社として設立された桜グループ参加の企業である。コーポレートスローガンは素材、際立つ。 府中市と多摩市を結ぶ鎌倉街道、多摩川に架か,かる関戸橋の真横に位置していた桜コマース、桜サ,サンリバーの建物。モランボン、桜の文字が見える。京王線中川原駅にも近かったため電車内からも見えた。1972年、桜コマースの子会社として焼肉のタレの製造、販売を行うモランボンインターナショナル株式会社として設立される。 同年に、モランボン調理師専門学校を創立。1976年、社名を桜物産株式会社に変更。1979年、市販用の焼肉タレ、生パックジャンを発売。俳優のヨレクラマサカネを起用した、ジャンは生きている、のコマーシャルで人気を集めた。1980年、社名を現在のモランボン株式会社に変更。 1985年にダイヤフーズを買収。その後は韓国料理食材以外にも事業分野を広げる。以前は直営店舗の看板に朝鮮料理、モランボンと表記していたが、2000年代に入ってからは韓国料理と表記を変更した。2004年、韓国でモランボンコリア株式会社を設立し、韓国でも商品の販売を開始する。2005年、 焼肉店等の外食産業部門をグループ会社の桜コマースから移管し、直営店、モランボン本店を開店。新たな事業展開として、食材店、モランボンダイニングの運営にも進出している。現在は、市販用及び業務用の焼肉タレをはじめとする、朝鮮食材のほか、ステーキソース、鍋スープ、中華革、パオズ、魚介類関連商品などを、 製造販売する。現在は、筒井道隆を、ジャン、ユンソナを、缶の食材の CM キャラクターにそれぞれ起用している。モランボン本店などが、入る桜食品館全国各地に、モランボンを名乗る焼肉店が存在するが、モランボン株式会社が経営に関わっているのは、公式サイト内に掲載されている以下の直営店舗のみ。なお、同盟店の多くは、 同社がかつて運営していたモランボン調理師専門学校卒業生に対するの連分けであり、経営やメニュー内容などに一切関連はない。ジャンは保存料や添加物を一切使用していないため、長期保存ができない。このために本で初めてドイパックと呼ばれる光や空気を通さない包装形態を採用し、生鮮食品の扱いで生肉売り場で販売をするなど、当時としては、 画期的な商品であった。発売当初の賞味期限は1週間で、生鮮品同様に返品を許さなかった。ジャンの主成分となる醤油には、保存量や添加物を使用するのが一般的であったが、同社では、無添加の醤油を製造していたひげた醤油、にびし醤油などを使用している。また、添加物を含まないたらこの入手が困難になると、 いち早く明太子の製造から撤退するなど、食の安全に徹するのは、同社の企業倫理である。創業者の一人である、前園職は、日本統治下の朝鮮全羅南道出身。朝鮮商工人として、初めて朝鮮総連副議長に選出され、日本にいながら、北朝鮮の最高人民会議議員をも務めた。これらの功績が評価され、後に、 北朝鮮の最高勲章である、朝鮮民主主義人民共和国愛国章を受賞している。NHK の料理番組、今日の料理で、韓国料理の講師を務める前景家は、前園食の実定である、前守る食の長女である。ありがとうございます。